はい、おはようございます。栃木のたけし農場です。今日は12月1日です。北関東もね、0度まで冷え込みました。でね、今朝見ましたら氷張ってました。うつもりよいしょ。はい、こんな感じでね、ちょっとね持ち上げると割れてしまうんですが、こんな感じで薄氷張ってます。まあ寒いですね。はい、で畑もね今見てきましたら真っ白ですね。はい、そういうことで、12月1日、最後の月になりましたけどね。はい、今月もよろしくお願いいたします。はい、こんな感じでね、はい、氷張ってます。あ、冷たい。よっこいしょ。よいしょと。はい、今日も一日元気でいきましょう。はい、たけし農場です。アクティバンのねオイル交換します。レンチ持ってくるのは忘れました。素手じゃドレンボルト取れないよね。はい、ドレンボルトを取ります。よいしょ。はい、緩みましたのでね、よいしょ。必要以上にね中へ入りたくないんで。なんか北海道の方でね、ジャッキが外れて、なんか足回りをなんかいじってたんかな。でね、ジャッキ外れて下敷きになって死んじゃったって人いますんでね。はい、よいしょ。はい、オイル抜きます。で、これドレンボルトが後ろの方についてるんでね、この状態ですとちょっとね排出口が高くなってしまいますので一旦下ろします。よっこいしょ、よっこいしょ、よいしょかね。そんなに強い力で、はい、ゆっくり下ろします。あ、やばい。下を下ろすとね、円運動するんでちょっと前に行くんだよね、排出口が。それ忘れてました。よいしょ。はい、じゃあちょっと抜けるの待ちます。はい、じゃあね、エンジンオイルを抜いている間に、今回入れるね、オイルを準備します。で、これ大蔵っていうメーカーのね、日盛エンジンオイルっていうオイルです。これネット通販で買いました。で、今回ね、エレメントも交換するんでエレメントの準備をします。これがホンダ用のエッジの21っていうエレメントです。はい、こういうグレーのパッケージですね。よいしょ、よいしょ。はい、このねゴムのパッキングの部分にちょっとオイルをつけます。
よいしょ、うん、大丈夫ですね。また指で伸ばして、はい、これで OK です。はい、これで、エレメントのね、準備は完了です。はい、そろそろ抜けたかな。どうだろう。よいしょ。あ、もうポタポタになりましたんでね。エンジンじゃなかった。もう一度上げていきます。よっこいしょ。まあ完全に抜けきるのにはね、ちょっと時間かかりますんでね。何滴か残ってるのはね、別に影響ないんで。で、うちはね、2500キロで、以前はやってたんですが、最近はもう距離数乗りませんので、半年に1回にしました。もう機械的に。1ヶ月に1000キロぐらいの乗らさっちゃいますからね。1年に4回ぐらい、エンジンオイル交換してたんですが、今もそんなに乗りませんので、もう半年に1回で、2回に1回エレメント交換なんで、1年に1回オイル、エレメントまで交換してます。よいしょよいしょよいしょ。まあそんなに上げなくてもね、ドレンプラグは入るんですが、このエン、まあ、前よりにエレメントがくっついてるんでね、エレメントはタイヤより前に潜り込まないと外せないんで、よいしょ、ちょっと高めに上げます。で、これもね、かなり前にこのジャッキ買ったんですが、50センチまで上がるんでね、結構便利です。まあタイヤ交換でしたらね、50センチまで上がる必要はないんですけどね。よいしょよいしょよいしょ。こんなもんで大事かな。よいしょ。あ、結構いい運動になりますね。今朝冷え込んだんでね。よいしょよいしょ。はい、ネジを入れてからじゃないとダメか。よいしょ。よいしょ。よいしはい、ドレーンボルトが戻りました。で、この今ね、ドレーンボルトを、からオイルを抜きました。もうちょっとエンジン側よ、エンジン側っていうかフロントよりですね、にエレメントがあります。今エレメントを外します。もうちょっと上がった方が楽かな。もうちょい上げますか。年取ってくるとね、体が硬くなってくるんで、よっこいしょよっこいしょ、はい、よいしょと。
左後ろタイヤの前側から入んないとね、エレメント交換できないんで、よっ、よいしょ。まあ、ちょっと この作業はね、体を横にするんで、万が一ジャッキがね落ちちゃうとえらいことになるんで、まあ、なるべく短時間にねパッパッと進めたいと思います。ただタイヤがくっついてますんでね、以前の北海道の事故はタイヤがついてない状態で外れたんで、まあ圧迫死しちゃいましたけど、まあ、これでしたら、まあ、なんとか隙間ができるんでね、自力で、逃げられるんじゃないかなと思います。なんだろう、今ちょっと待ってください。ちょっと動画止めます。はい、すいません。今ね、隣の家にユンボ積んだトラックがね、来たんですよ。で、ご近所さんはなんか外装屋さんかなんかかな、なんで、結構ねユンボで穴掘ってなんか作業するっていうのもあるらしいんですけど、ちょっとね、ユンボ借りられれば、ちょっと声かけようかなと思ったんですけどね。まあ明日土曜日なんで、そのトラックが止まってたらちょっと声かけて、ユンボ借りられたら借りたいと思います。まあちょっと余計なことになっちゃいましたけど、はい、そうだね。はい、エレメントね、今外し終わりましたので、ちょっとねオイルが切れるまで待ちたいと思います。まあ、その間にね、新しいエレメントの準備します。よし、こういうグレーのエレメントですね。
斜めか。短くなる。こっちも短いのか。いいか。はい、じゃあエレメントのね取り付け終了です。よっこいしょ。大丈夫かな。ちょっと油っぽいですけどね。よいしょ。よっこいしょ。これがね、今回、交換したエレメントです。同じグレーですね。新しいやつもグレーですし、古いやつもグレーでした。はい、じゃ あもう下ろしてもいいんですね。ジャッキね、ジャッキを下ろします。よっこいしょ。ゆっくり下ろしますね。はい、下りました。
よいしょ。よしと。あ。よいしょ。はい、じゃあ、オイルを入れていきます。で、給油口はね、ここにあります。で、ここにね、黒いボッチがあるんで、黒いボッチを引っ張ります。そうしますと、これ開きます。はい、で、ここからね、オイルを入れていきます。で、竹志モーターズがね、車検の時にオイルを交換するのにここにね、書いてくれました。通常のオイル交換が 2.5、 エレメントを交換すると 2.7 だそうです。はい、じゃあまずね、入れていきます。夏ですとね、スーッと入っちゃうんですけどね、冬はちょっとオイルが硬いですね。あららら、ちょっと漏れてきた。なんだろう、これ漏れる要因ないんだけどな。まあ、ゆっくり入れましょう。慌てて入れてもしょうがない。あららららら、わわ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 、あれ、こんなに入ってこない？わわわ、こんなに入っていかないか。そんなわけないよね。じゃじゃ漏れ、じゃじゃ漏れしちゃいました。もうちょっとゆっくり入れないとダメなのか。いや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 、やっぱりね、冬なんでオイル固くなってんですね。夏ですとね、スッと入っちゃうんですけどね。ちょっと見ながらゆっくり入れないとダメだね。ちょっと油断してました。意外に見にくいんだよね。あららら、またオーバーフローしちゃいました。ダメだな、これはちょっと足んなくなるかもしれないですね。100cc、 20-30cc ちょっとオーバーフローさせちゃいましたね。よいしょ。まあいいや、とりあえずこれで1回。よいしょ。はい、じゃあ、エンジンをかけてね。ちょっとアイドリングします。
ちょっと動画撮ります。はい、じゃあ5分経ちましたんでね、ちょっとオイルの量を点検します。で、オイルの量の点検口はこの裏側にあります。このタイヤの内側ですね。これ考えた人すごいよね。まあ普通の人は絶対見つかんないよね。オイルゲージどこにあんのって話だよね。よいしょ、ちょっと足らなそうだけど、ちょっと正式に測ってみます。よいしょ、影になっちゃって見えねえ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、ちょっと先の方1センチぐらいついてますんでね、OK にしちゃいましょう。で、まあ、スタッドレス履き替えましたんで、ちょっと走ったらね、点検します。この車は東京は今のところ行く予定ないのか。よいしょ、あれ、落っこっちゃった。入った入った。そうですね、1回給油、100キロから200キロ走ったらね、アルミホイルスタッドレス入れ替えましたんで、その緩みのね点検を兼ねまして、ホイールのね増し締めとエンジンオイルの点検をやっていきたいと思います。はいはい、長々引っ張っちゃいましたけどね、終了です。お付き合いありがとうございました。